ました。Welcome to the Shilby Channel。やってきてしまいました。こんばんは。やるしかないでしょ、これはですね、このゲームは一言で言うとですね、今のオタク文化の始まりですね、こんばんは、皆様ようこそいらっしゃいました。オタク文化は全てここから始まったと言っても過言ではないんではないかというぐらいですね、罪作るなゲームでございます。いろいろな人の人生を壊してしまったゲームですね。はい。そんなわけで、やっていきましょう。ときめきメモリアル。でございます。まあ、おそらくこれを初めて見る人もいると思うんですけども。まあ、だから、今で言うとこの本当にラブプラスとか、アイドルマスターであったりとか、まあそういう系の、ギャルゲーの始祖です。そんなこと言うなしわら。ギャルゲーの始祖。ちなみにこれプレイステーションバージョンなんですが、もともとは PC エンジンで最初に発売したものなんですね。そこでですね、もう大爆発的なヒットをしてしまいまして。大爆発的なヒットをしてですね、その後のマルチ展開がすごかった。セバサターンプレイステーションから、ワン、ツー、スリーみたいな感じでですね、もう、それで、ときメモをベースにして、まあ、同時期に同級生ってのがあったんですけど、同時級生はどちらかというと18歳以上しかできなかったので、こっちはそれを、18禁じゃなくしたバージョンだったんですね。だからこっちの方がどちらかというと有名になったんですけども、このときメモをベースにしたゲームがもういくら、もうどれだけ出たことかっていう感じですね。これが出たおかげで、一時期恋愛シミュレーションがものすごい流行ったんですよ。それぐらいですね、マウス設定、マウスなんて接続しね、いろいろなんですね、マウス、へぇ、いろいろとですね、本当にアニメ文化、オタク文化にですね、今日はすごい回線の調子が悪い、一つ流れを変えたゲームですね、まあ、ゲームというか、まあそんな感じです。いや、思い出深いです。ちょっとオープニングだけお見せしたいぐらいなんですけどね、オープニング流しておきますか。その間に私はちょっと、始まりがあれば終わりがあるようにますね。出会いがあればまた別れもあるのです。永遠に続く二人の関係、ですね、それはどんなに幸せなことでしょう。どんなに幸せなことでしょう。ここ煌高校には一つの伝説があります。校庭の外れにある一本の古木、そのたもとで卒業の日に女の子からの告白で生まれた恋人たちは永遠に幸せな関係になれるという伝説が。そう、そんなわけでね、まあ、ネタバレとかがあんまり関係ない
ゲームに関しては、まあ、雑談で楽しめるやつに関してはソフトークを出しつつ、全画面で FPS であったりとかストーリーものとか、あなた死んでたのとかは、そういった全画面ものとかはなしでやるかもしれないです。さあ、そんなわけでぼちぼちいきましょうか。もうこれ歌いますもん、私。これもある意味運命ですよ。これディスティニーで、ある意味ディスティニーですよ、これは。いやこれね、いろんな人、本当にね、いつだろう、これ発売したの、まあ、20年経ってないと思うんですけどね。さあ、ぼちぼちいきましょうか。誰を狙うかがまず大事なんですよ。古い服が誰狙ったっけな、覚えてねえな。そう、これね、誰推しか、今でいう AKB でいうと誰推しとかってあったんですよ。もうそれの始祖ですよ。もう俺はこれを推すっていうのでね、もう人が死ぬぐらい、死んでないですけど、そういうレベル。さあ行きましょう、ときめきメモリアル。ちょっとですね、いろいろと思い出が強かったのでね、このオープニングのめっちゃ撮りましたけど、オープニングの枠を今までにないほどオープニングの枠を撮りましたからね。今までささっと、さあ行きましょう、誰を攻略するかな。あなたの名字を教えてくれる？名字なんて呼ぼうか。自分ここで自分の名前を呼ぶシステムみたいのが後々できたんですよ。本当に自分の声で言う、自分の名前を声で言ってくれるみたいなシステムがどっかの作品で出て、それもなかなか熱かったですねで本名を入れる人もここには大量でしたけども、まあ、シリビで統一しましたけども、この呼びかけシステムもやばかったですね。この作品にはなかった。名前は？それじゃあシルビ正一になっちゃった。で最初はですね、最初はあれなんですよ、シルビ中心。誕生日と血液型も教えてね。これ誕生日も大事か。じゃあ18禁ソフトで自分の名前呼んでくれるゲームが現在もあるくらいですからね。じゃあ今日にしておきますか。今日9月の28日、これ28時にだよね。こんばんは。はい、こんばんは。 Welcome to シビチャンネル。ちなみに私は大型でございます。シルビー秀一ってもかっこ悪いから、じゃあなんかないかな。めっちゃタイトルがロマンチックやな。永久に君とシルビになってる。セチスセ、そうだ、よし、これでいこう。シュイチはいいか、そのままで。アレックスシルビとか
シコでしょ。中村さんがいたら申し訳ないけども、ああ、これ、誰かここにいたら本見ってくれば、そにすずりだな。いやいやいや。名前は、うん、誕生日と血液、これでいい？はい。私の誕生日と血液型は覚えてる？私の誕生日と、藤崎しおり。私はあまり今回藤崎しおりはあんま推しじゃないんですけども。2月14日バレンタインデー。リアルすぎるわらわら。じゃあ2月14日にする。分かりいいからね。O 型は A 型と相性がいいんでございますよ。B 型と AB 型と、私 O 型なんです。ここで言いますけど、マジで O 型入れたんですけど、私 O 型なんですね。O 型っていうのは、誰とでも割合付き合えるんですけれども、輸血が O 型同士しかできないみたいなね。私から、O 型から、AB 型、B 型、O 型への輸血はできるんだけれども、A 型、B 型、AB 型からの輸血を受け付けられないというですね、すごいなんか、あなた分シルビーになってましたよ。シルビー？ A 型にしよう。これでいい？私の、あ、もうダメだ、シルビーでいいや。シルビーでいい。これでいい？ただ、さっきと1995年。1995年だ。俺の名前は中村修一。ここ。おう！無理だと思ってた第一志望だったが、運よく合格することができた。中村。なってた。まあ、シルピーでもいいですか？この際もうそんなの大した問題だよね。最高な気分だぜ。密かに思っている藤崎しおりと同じ学校に入学できたんだから！実は、彼女とは、小学校の先生で家も隣同士なんだけど、俺と比べて月とすっぽんだから、未だに友達以上の関係には。よう、何しけたつらしてんだよ。いつもしか初見で見に来た人が中村って誰だ。で、何よりシルビさんが分かった。これからよろしくな。お前はなんて言うんだ。中村修一。こっちこそですか。来たわよ。素敵。なんだ、急に女子が騒ぎ出したぞ。やあ諸君、待たせたね。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院霊。懐かしいね。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。伊集院って、あの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。どうも中村です。皆さんはじめまして、名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックとかをよく聴きます。皆さんこれからよろしくお願いします。かわいい。藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。あ、今お前のこと見たぜ。あの子知ってるのか。あ、なるほど、さらないです。そうなのか。じゃあ、彼女の誕生日は？2月14日。血液型は？趣味は？一緒。あ、そうか。スリーサイズは？よし、チェックだチェック。懐かしいね。もうこの荒い感じがいいですよね。女の子のことは？ま、女の子のことで知りたいことがあったら、俺に連絡しな。力になるぜ。福山潤の駅みたいな喋り方しとるなって。この高校の伝説知ってるか？伝説。ほら、そこの窓からでっかい木が見えるだろ。あの木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。へえ、そんな親切。誰が言ったか知らねえが、羨ましい話だな。
不安と期待の高校生活が始まる。懐かしい、これ明日から何しようかな。出た、筋トレになるけど、くれる、うほー、懐かしい。これね、ストーリーをシステムを説明すると、基本はこういう形でパラメーターがあります。このパラメーターに沿って自分で学校生活をここで送ります。それをやると、それに沿ったステータスが上がっていきます。それによっていろいろとですね、好感度が上昇したり、あとイベントがあったりするわけですね。カレンダー、ね、1995年です。賞味20年前でした。何をしようかね。まあとりあえず筋トレしておくかね、根性と運動はね、上げておかなければ、ね、いけない。はい、 HOLA オラそう、とにかくね、だいたいね、筋トレしたらモテるって思ってたよ、思ってる学生が、12秒のやつらがたくさんいるんだよ。1995年、カレンダーで自分のバイオリズムが組み合った。電話ですよ。電話番号を直接伝えられるんで、伊崎さんにかけちゃおうか。はい、かけられるんだ。こんばんは。デートする日を、いきなりデートする日、デートできんの？今何時だこれ？4月9日。おー、いきなりデートの予約来た。マジっすか？行っちゃおうぜ。来週で。どれ行こうか。まあ、お決まりでね、買い物ですよ、買い物。懐かしすぎる。やばいショッピングしましょう。ね、おー、よし、いいわよ。このアグレッシブさが功を奏した。うん、分かったわ。忘れないで来てね。これね、簡単にデートのね、よく魚つけられるわけねえだろ。いきなり来ました。ね、さあ行きましょう。テンション上がってきましたよ。理系と文系。まあ、こんばんは。こんばんは。Welcome to YouTube Channel。ようこそ。容姿もね、磨かなければいけない。ただ、全体的にバランスよくね。一度ね、本当にずっと筋トレだけやってたことがあるんですけど、昔ね。お、来た！いきなりデートです。1週間早いな。もう少し待ってみるか。ごめんなさい、ちょっと手間取っちゃって。いや、今来たとか気にしなくていいよ。それじゃあどこに買い物に行きましょうか。ジャンク屋。これ私はこれしかないんですけど。いやいや、洋服ですな。あ、みんなね、どんどんね、コメントしてっていいからね。じゃないとね、なんかね、感極まってしまうから、どんどんコメントしていこう。もう、それじゃ、行きましょう。ちょっと見てきてもいい？あ、ゆっくり見てくるといいよ。ごめんなさい。見たいものがたくさんあって、もうここね、待てる男を。ありがとう、もう十分見たから。割と良い印象を与えてみたぞ。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってね。また今度連絡するよ。それじゃ帰りましょう。まだ秀一くんですからね。
どうも中村翔一です。シュチ理系も上げていこう。翔一の気分になってたわら。このマークはなんだ。よし、誰にアポイント取ろうかな。心ちゃん派出てきますか。心ちゃん、心ちゃんは出てこないですね。出てこない。このゲームは美形しか出てこないです。当時の感覚、20年前の美形ですから。20年前の、しかもアニメ的描写の美形で、今と若干絵の描き方とか違うでしょ。どうしようかな。とりあえずは、シルビさんがゲームの世界に引きずり込まれるとこみたいし、伊集院にも連絡して、いや伊集院とか、とりあえずね、最初は大事なのはある程度のパラメータを上げていくことだから、ガッチリ上げていきましょう。どうせ本命が出てくるのかまだ分かんないからね。まだしおりはね、まだまだこれからさ、とりあえず文系とオッケー、文系がっつり開けちゃう。だけど数学の頭の切れる男的な発想で、理系と文系をがっつり開けて、あとは容姿ですな。あ、体力はまああとでいいや。ひたすら勉強に励むね。これなんだこれ。運動？あ、うん？まあ、ね、一回デートとりあえず決めといたからね。デート決めといたから。どうしようかな。まあ、とりあえず理系上げといて、切れる男、上がんなかった。あ、芸術だった。間違えた。そんなのいらねえんだよ。理系は文系も兼ねられる。かな？リアル思考。ちょっと、もう一回、シュルト、連絡かけちゃおうかな。ちなみに最初こんな全部音声は入ってなかったです。はい、藤崎です。これ絶対今日の放送でエンディングは無理だろうわね。中村修一って言いますけど。え、どうしたの今日は。こんなすぐデートなんて決められるわけねえだろうが。お前調子乗ってんじゃねえぞ。お、ゴールデンウィークじゃん。やるしかねえ。明日ちょっと2日置いとこう。じゃあショッピング行ったからどうしようかな。遊園地とかいいね。だけどよし、遊園地だ。ね、よし、うん、いいわよ。こんな簡単にいいのか。うん、分かったわ。忘れないで来てね。しかもこの当時は携帯なんてないですからね。直電です。あなたのお家へダイレクトコールでございます。デートとかドキドキしてきた。忘れるわけないよ。じゃあまた。理系をがっつり上げていく。今日はしおりとデートだ。それじゃあ遊園地でしおりますか。こういう系のゲームは狂気ゲーの香りがする。ちょうど今来たところよ。遅れなくてよかった。それじゃあそろそろ中に入りましょう。そうだね。それじゃあどこに行こうか。もちろんジェットコースターさ。
さあ乗りましょう。ガタン。面白かったね。いやー、富士急行きたい。いやー、私もね、富士急でしたっけ、富士急の尾根山じゃなくて富士山乗りてんですわ。デートの約束無視ってできるんですか。デートの約束無視できますけど、ブチ切れられますよ。よかった、一緒に乗れて。おバッチリ、良い一生与えたみたぜ。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってね。また今度連絡するよ。それじゃ帰りましょう。シルビさん、初自作の PC に SSD 積むことにしました。質問なんですが、 SSD に OS だけ入れて HDD にデータとか全部入れたら、ちょっとここでは長い長文だから、部分で変わるんでしょう。アレックスまだ乗れないんじゃ。あー失敗した。OS は読み込みが早くなりますよ、OS の読み込みが。それでもだいぶ、で、アプリケーション全部入れれば、ゲーム起動とかも早くなりますし、まあやってみるといいと思います。それはありです。絶対ありです。理系、とりあえず理系を上げていくよ。デート無視したらまず好感度下がるかもね、わら。こんな問題。チャラいもんや。俺って天才？そう、OS に SSD は絶対入れた方がいいですね。SSD に OS か。あれ？誰だ？あなた。そうだけど、君は？ちょっとこの問題、解いてみてくれ。すべてを手元にさっさと解きなさい。私、富士山に一緒に乗ったこと、付き合うことになった思い質がありんすわら。いいなぁ、富士山乗り得たいでやんす。ほら、できたよ。んまあまあじゃない。まあまあって、あんた誰。私は、ひもうゆい。こんばんは、ゆい。いずれあなたの頭脳は、私のものよ。あ？では、また会いましょう。今のは一体。で、新しいキャラクターできたら、まず、里目に。俺って天才？自問して自答なしわら。電話して確認ですよ。スーパープレイズ。はい、里目です。ダイレクトコール。もしもし？俺俺。女の子との任せておけって言ってくれたよな。もちろん。何について聞きたいんだ。女の子の評価を聞く。俺女の子たちは俺をどう思ってるか知りたいんだ。評価か。こいつ何でもしてっかね。女の子のお前に対する評価はこんなとこだな。こんなとこだね。勉強ばっかやってたら早乙女くんとくっきませんでしたっけ。まだまだ全然足りない。3段階目だ。しおりは割とシャネな、シャネが付き合ってやろうか、私の評判が下がると嫌だしっていう、実はそういうキャラクターだった。デートに2回も OK しておいて。こいつストーカーだろ。ひもあったあった。耳かっぽちってよく聞けよ。でどこだな。電話番号まで知ってます。バーストはスリーサイドまで知ってる。何言ってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれや。
で理系は上げていったでしょ。で次分、ただねこれねこんなもんじゃダメなんです。もっとガツガツ上げていかないと。ガツガツく、これなんだろう、用紙、用紙曲げていく。しかも誕生日たなばたかよわらわら。3サイズとかひょっとしてハッカー、イケメン、天皇でとはまたわら。今日は何でしようかなって、電話番号かけられますだけど、ちょっとしばらくはまず最初からやるよりも己を磨くことが大事なんだね。何事もまず最初は己を磨いていく。そう、一芸に特化するかどうか、一芸は特化は大事。まず理系をガンガン上げていきましょう。勉強 理系文系をがっつり上げていきましょう。とりあえず勉強かスポーツかどっちかな。だけど高校でしょ、勉強できる方がそろそろね優位性を持ってくるわけですよ、スポーツバカより。ただスポーツバカも割とそれはそれでいいんですけど、まあどちらにしろある程度コミュニケーション能力がないと厳しいみたいなね、あのありますけど。大器晩成だ。放課後だ。眠いな。あ、ごめんなさい。いや、いい日。覚えてない、もはや。ちょっと一度休息をぶちかまして、いや休息じゃない、芸術なんていいんだよ、芸術なんてね、センスなんていらねえ、勉強、根性、運動をそろそろ、いやだけどね、まず勉強できる、ぶれない。明日がない、ちょっと寝ましょう。寝ると陽子下がんのかよ。お、季節変わった。6月3日。たた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 。封筒に書かれている女の子を十字キーの上下左右で探してゴールまで連れて行ってね。連れて行く女の子は丸ボタンで選べるのよ。まあ連絡機やるから大丈夫。最悪だ。封筒に書いた女の子を十字キーの上下書かれている女の子を十字キーの上下左右で探して。運動能力が低くても連射キーがあればね。どれだよ。だ。いけ。こんなモードあったっけ？これ。やべ、スピード能力がない。運動能力のなさが。運動能力のなさがここに来て出てる。やばい、遅い。これ連射器を使ってこれですからね。やばい、遅い。致命的な遅さ。よくも私に恥をかかせたわね。怒られました。ダントツドベワラ。毒草ワラ。足をせいワラワラ。ダメだ。ダメだ、これ連射器使ってあれかよ。おそいの先に言えよ。これ何これ、な、あ、7月7日なんかあるイベントがあるのか。でテストもあるんだよ。テストで私はほら今勉強してるでしょ。テストの方で行くから。運動なんてどうでもいいんだ、まずは。あと1年間あれがねえんだからもういい。
よしよし。ひたすら今は6月11日だろ。3年かかるからね。今のうちにね、1年、ただ、実際のところ、最初の1年目である程度仲良く なっておかないと、厳しいですよね。まあ、だけど大丈夫だ。これはゲームだ。ああ、読書楽しいんだなーって。あの、ハンカチが落ちてますよ。懐かしい懐かしすぎる。あ、ありがとう。いつの間に落ちたんだろう。ずいぶん、熱心に読んでいたのですね。ほら、俺って好きなことに熱中するタイプ。一人称僕になってる。私も本を読み出すと、すぐ熱中してしまうんですよ。へえ、そうなんだ。あ、俺、小一って言います。ハンカチありがとう。どういたしまして。私、キサラギミオと言います。また、今度お話ししましょう。キサラギミオ。メガネ女子でございます。可愛かったな。よし。いい感じじゃない？文系。ちょっと文系能力上げていってね。行きましょう。勉強できる系。ただ、用紙もね、用紙、あのね、勉強できるだけで用紙はある程度ない、おしゃれに気を使わないとダメですよ。そこは。スケジュール確認。ね、6月14日に出会いましたと。8月に遊園地でナイトパレード開催、8月3日に神社で縁日。じゃあそこまでにちょっとどうしようかな。用紙をちょっと連絡取っとくよ。そろそろとっ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 と。いやだけどね、まだね、しおりを行こうかどうか考え悩んでいる。どれに行こうかみたいな感じですね。とりあえず最初はガンガン上げとくん。後から挽回できるから。ステータスはただ挽回できないから。超勉強してる。とりあえずぶつかって。あ、ごめんなさい。いや、別にいいよ。とりあえずぶつかるんだ。本当にごめんなさい。それじゃあドーナツ頭。多分ね、初回、もう私も覚えてないんですけど、初回プレイであいつと出会うのはなかなか難しかった気がする。ちょっと一応寝ときたいけどね。寝ときましょうかね。いやだけど土日を使うのもったいね。分岐をとりあえず、とりあえずぶつかるとか当たりやわら。とりあえず当たりぶつかりますよ。7月に入りました。さあ、4月7日になんか七夕があるからね。とりあえず、じゃあしおり、とりあえず押さえとく。そろそろね、何も連絡しないのまずいからね。あ、しちゃった、電話。はい、藤崎です。しおいちって言いますけど。え、どうしたの、今日は。デートする。試験前。ちょっとここに試験終わってからにしましょうね。きらめき中央公園、公園行きますか。ごめんなさい、その日は用事があるのに。ダメでした。せっかく誘ってくれたのに。ダメでした。あ、ダメージがいいよ、気にしないから。ダメージが。また今度誘
うん、そうする、じゃあね、ちくしょうって拒否られた。基本ね、これベースで進むんですよ。七夕はひもちょの誕生日でしたっけ。ああ、そうか、そういうことか。完全に忘れた。用紙も、用紙ゼロはちょっとダメだから。もしもし、竹林です。誰だ。今度の日曜日に、あ、また会うって忘れね。シュービのテンションが下がったわら。ひもさんの誕生日じゃないか。フレンズしとくか。無知。お前これは、これは狙いすぎだろ。いや、まあ第6世この辺はね、いきますけどね。第6世代コンピューター理論。これ怖いよね、わらわら。何か用の？なんで知ってんだって感じだよね。これ怖いよね。なんでお前誕生日知ってんの？選択肢わらわら。っていうか、そもそもほとんど会話したことないのに誕生日知ってていきなりプレゼント送ってくるって、実際の世界じゃもう完全にストーカー認定ですよ。私に対する当然の行為ね。開けるわよ。なんだそれ。研究意欲が湧いてきたわ。今考えるとおかしいですよね。ひどすぎるゲームだな。いろんな間違いを生んでしまったゲームなのかもしれない。え、テストでしょ。もうぼっちテストだから、ここである程度ちょっと一応セーブしとく。あれセーブできないの？ここか？意外とこのゲームツッコミどころ多いなわら。ね、当時はそんなことなかったですもんね。なんかそんなに当時の情報からすると当たり前っちゃ当たり前のかもしれないですもんね。さあテストだぜ。俺の本領発揮だ。数学まあまあだな。理科まあまあだな。社会ちょっとダメ。雑学か。美術え、117位とか悪くなくね？てか、藤崎詩織どんだけいいねんっていう。あ、そっか、館林美晴だ。みんな頭いいね。だけど悪くないと思うんだけどな。まだダメだったらしい。まだまだ全然だったようだ。気合が足りない。やはり1年目は、ひたすら修行で修行。上げとこ、パラメータ上げろ。デートなん、デートなんざしてる場合じゃねえんだよ。運動は捨てる。勉学に生きる。社会と美術は引っ張ってるな。こんばんは、本当にときメモやってるわら。こんばんは、ようこそ、シルチャンネルへ。ときめきメモリアル Forever with you をプレイしております。もうとにかくそう、美術とね雑学ね、徐々に上がっていくか。美術負けなきゃいけないのがめんどくせえな。大丈夫、とにかくこことここの2つをどっちか決めない。やばいですよ、わら。だいぶいいよ。
あとで爆発、悪い噂は爆弾2でもあったな。8月に遊園地。後から爆上げするから。といて、もう夏休みはじゃあガンデート行っちゃう。だから寝たら容姿下がるってどういうこと？やはりダメな、寝てないで活動的になることが大事だよっていうこのゲームは言ってるわけです、ね、家に引っこもるんじゃなくて外に出よう、寝てるばかりじゃいけないんだよっていうのを当時から暗に比喩してる、そういうものだったんですね。みはるちゃん、みはるちゃんの情、まあ、しおりとりあえず一発かけちゃう電話。次こそ、翔一って言いますけど。どうしたの今日は。どうも中村翔一です。あ、プールとかんじゃん。行くしかねえべ、海だな。イエーイ、海イベント来ました。誰だよ、わら。どうも、翔一です。用紙をちょっと整えつつね、ここは雑学も上がるっていうおまけ付き。根性下がりまくっていくけどいいんだよ、根性なんて。まだ来てないよ。だもう少し待つか。花火大会はスルーしていく。ごめんなさい、ちょっと手間取っちゃった。花火大会なだったんだけど、まあいいや、忘れてた。来年。いや、今来ただから。水着でしょ、それよりも浴衣より水着。それじゃあ着替えてくるね。あれ、何してるの？さあ、王冠か貝殻、どっちかな。王冠って感じじゃないよね。貝殻拾ったんだ。うわ、綺麗な貝殻、ありがとう。大事にするね。やったね、割と良い印象を与えたみたいだぞ。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってね。また今度連絡するよ。それじゃ帰りましょう。よしよしよし、とりあえずね、文系が100を超えたからガンガン上げていこう。こっからさらに。じゃあ夏休みだし積極的にアプローチ。他のねキャラクターのね、まあ夏はとりあえず、そうです。翔一って言いますけど、いきなりかけちゃうっていうね。最近慣れ慣れしいわね。慣れ慣れしいわね。どこが好きそうかな。秋葉原とかねえのかな。ジャンクへ行こうか。そうそうそうだ、そうそうだ、ショッピング。あら、残念だわ。何また予定ですか？あら、残念だわ。その日はちょうど空いてるのよ。ツンデレだ。それじゃあ、8月20日にショッピング街の街で待ち合わせということで。私に命令するつもり？私に命令するつもり？とか言われちゃいました。それじゃあ、どこで待ち合わせがいい？さっきのところでいいわ。用が済んだならもう切るわよ。ツンデレの走りや。やった。
運動能力なんざいらんのだ。もう捨てた、運動は捨てた。なんかエヴァのスーツみたいの着てる。別に。なんでこいつ一地上から目線なんだよ、わらわら。遅れなくてよかった。それじゃあどこに買い物に行くの？まあもちろんジャンク屋ですね。さあ行くわよ。やっぱりショッピングといえばここね。ツンデレか、わら。このこれは本当この雰囲気がたまらないって、これ本音から言いますけど、そうこの雰囲気がたまらないね。この良さがわかるなんて意外ね。バッチリ。たまには息抜きもいいわね。今度また誘ってもいいかな。お、あまり慣れ慣れしくされるのも困るけど、まあいいでしょう。それじゃあまた連絡するよ。さあ帰るわよ。だけど割とあのしおりよりキャラが立ってて嫌いじゃない。嫌いじゃないよ。なんか八方美人すぎるでしょしおりは。正直こういうなんかもう本当に極まってるの割と嫌いじゃない。というわけで利権も上げておきましょう。美術館で、へえ。さあもう8月27日でね、夏は終わりなので、とりあえず館林の情報を見張る、館林見張るの情報を引っこ抜きましょう。早乙女です。あら、吉尾くんはいらっしゃいますか？あ、お兄ちゃんですね。ちょっと待っててください。お兄ちゃん、はい、早乙女です。もしもし、俺なんだその残念そうな顔は。俺じゃ不満か。さっき僕一人称僕だったのに。当たり前のこと聞くなよ。ところでどうしたんだ今日は。女の子たちが俺をどう思ってるか知りたいんだ。評価か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価はこんなとこだな。こんなとこだな。まだ全然ですね。まだ せめてこの4段階目に行きたいところでございますけれども。まだ美晴の情報は手に入らないようです。如月さんのことについて知りたいです。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。何でも持ってんだこいつ。2月3日、水亀座、A 型、80、59、82、演劇部、体が弱いことを気にしている、趣味は読書で文学作品を好む。電話番号もバッチリ、個人情報丸見え。今これを出しても多分ヒットはしないわけですよ。このゲームは、今だとこれはヒットしない。当時だからヒットしてる。今だって絶対ヒットしないんだ、こんなの。危なすぎる。ってなっちゃう。PTA から文句書く。そういうご時世ですか。まあ、文系をもうちょい上げていて、とりあえず一曲集中。ストーカー変わら。予定はしっかり確認してね。9月の28日、誰かの誕生日ですか？覚えてねえよ。まあ、一曲集中。お？
珍しいな。はい、中村です。あ、吉尾だけど今暇か？ああ、暇だよ。それじゃあさ、今から遊園地に来てくれよ。男からのお誘いが来ました。なんで俺がお前なんかと。まあいいんじゃないか、待ってるからな。しゃねえな。中に入れた。古いね、映画古いね。お、やっと来たな。服が。この、あれ？しおりに草薙さん。こんにちは。こんにちは。来てよかっただろう。感謝しろよ。ナイスアシストそれじゃ大観覧車に乗ろうぜ。何気に吉尾はやれる、やり手ですよね。お前どっちのこと乗る？これは来ましたね。まあ正直ですね、さっき言ったように塩林天使はまああの八方美人すぎるんで、もっとなんか個性的なのを私は発掘したい。さらぎさんと乗りましょう。私大好きなんです。大好きなんだ。僕も一人称が僕になるっていう。すごくいい眺めでしたね。次はジェットコースターに乗ろうぜ。ジェットコースター。お前どっちのこと乗る？え、これ毎回変えられるのか。よし、ここは大好きな方のしおりとね。私大好きなの。さあ乗りましょう。早いな。すごく楽しかったね。次はゴーストハウスに入ろうぜ。お前どっちのこと入る？まあ、ここは草薙さんと。ちょっと怖いですね。病弱系はね、怖いのは苦手なはずだから。大丈夫、アウトラストで鍛えた私がいるから。やっぱり怖かったです。もう終わりか？さて帰るか。今日は楽しかったわ。それじゃあ二人ともさよなら。今日は楽しかったですね。それでは失礼します。それじゃあ帰るか。帰るか。終わりかい。記念すべき運動がゼロになりました。運動なんていらねえんだよ。何これ。まあ、適度に。じゃあ、しおりさん、早速誘いました。情報ゲットしたし。美術館とか好きそうね。はい、きさらぎです。しょういちです。今日は何のご用？よし、じゃあ美術館に早速。その日はちょっと約束が。残念。せっかく誘っていただいたのにごめんなさい。残念。まあとりあえずどうぞガンガン文系上げていくよ。あ、やばい、ストレスが。あー、今日も疲れた。帰ろう。あ、しおりだ。意外、いきなり下の名前で、まあ幼馴染だからな。あ、今帰り？一緒に帰って、友達に噂とかを言えると恥ずかしいし。僕のガラスのハートが砕けた。草薙さん、礼儀正しいな。
僕の心のガラスのハートが砕けた。私引きこもる。もう人間信じられない。的な。もう これ心折れますよ。ポキッと。そうだね。それじゃあお先に。ごめんね。デートはするのに一緒に帰れないっていうこの悲しみ。もう僕の心はポッキリですよ。さあ、礼儀正しい系かツンデレか。礼儀正しい系にモックアタック。ただちょっとね、休みたい。ここ休もうか。いや、平日休みはいいから。じゃないのはな。はい、キサラギです。キサラギ。今日は何のご用？キサラギさん、いいね。この礼儀正しい感じいいよね。じゃあ17日図書館に行きましょうか。美術館もいいけど、だけどもう一回どうせせっかくあれだけど、最初まず図書館から。好きそうだから。館に行こうぜ。その日は。うおLOL。 せっかく誘っていただいたのにごめんなさい。うほう。寝よ。放課後です。とりあえずぶつかるって。あ、ごめん。当たり屋が来た。またかよ。あ、コンサートに間に合わないよ。当たり屋セカンド。もう一回寝ときましょう。これちょっと、いや、私は如月をここまで来たら誘う。何回も断られてる。わらわら。今日は何のご用？絶対ここで。大丈夫だ。図書館好きなはずだから。イエーイ、三度目の正直。私は諦めない。動画に言葉配信ってどうやるの？しつこいと嫌われるとか。わら、実はラグビーでなんじゃね。実はラグビー。あ、しおりがいるぞ。おい、しおり。あ、今帰り？そう、今帰りなんだ。一緒に帰ろう。一緒に帰って友達。だから分かってる。みんなも。俺は諦めない。この程度で諦めない。動画に言葉配信はちょっと今この場ではいろいろとなんで、いつか配信の仕方は記事にするかもしれない。そうだね。じゃあ、ね、私のガラスのハートがポキーン。パッキンパッキンですよ。もうストレスがちょっとね、感化できないね。まあ、だけど文系。とりあえず、勉強。何かデジャブを感じる帰宅イベントだ。わらわら。ポッキンポッキンですよ。今日はキサミさんとデートでやったぜ。キサミさん眠くならないんですか？やったぜ。
まだ来てないね。もう少し待つか。ごめんなさい、準備に時間がかかってしまって。清楚系女子、ちょっと格好がね、なんていうんですか、純朴ですね。いや、今来ただから。そろそろ外に出ても平気な季節になってきました。本当過ごしやすかったね。それでは中に入りましょうか。あ、俺渋い。お前主導権取れよ。そう見たら寝ますね。キサギさん、キサギさん、あれ返事がない。お、うん、本に集中してて。イベントだね、これね。そろそろ帰りましょうか。はい。あの、本を読んでいるとき、ホテルじゃないからな、私に声をかけましたか？まあ、まあね。でも大した用事じゃなかったから。ごめんなさい。私、本に夢中になると。声がレトロと感じるわらわら。そんなこと気にしていなくていいから、帰ろう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はとても楽しかったですね。声が優しい。今度また誘ってもいいかな。はい、いいですよ。声がね、ちょっとね。それじゃあまた連絡するよ。そろそろ帰りましょう。案外いいんじゃないですか。案外いいんじゃないですか。これ文系女子、文系女子、俺文系になるわ。案外いいんじゃないですか。グッバイしおり。俺を二度も帰りの一緒に帰るのを断った女、グッバイ。じゃあ積極的にここは、キサラギさんを教えていきますよ。しばらくは。はい、キサラギです。今日は何なの？俺にとって声があるのはレトロじゃねえ。外見は清楚だが、中身は美、なんだよわら。ガンガン行くよ、ガンガン。確かに声があるのはレトロじゃないね。もうすでにこれ声が、だけど最初の PC エンジンは声なかったよ。ガラスのハートを砕いた罪は重いから。ガラスのハートを砕きやがったからな、ね、インドも。裏があったりしてわらわら。この人はインドア派だから粉々にしたからな。インドア派だから多分映画館とかコンサートうるす、今美術館とか。イエス、はい、イエス、いいですよ。もうガンガン上げていくよ。わかりました。この声結構癒され系ですよね。ウラールとか奥深いなわら。もう文系、文系ガッツ上げていく。俺の誕生日だ、9月28日。まあ、今日を設定したんですけど、けど誰にもプレゼントもらえなかった。寂しいなぁ。寂しいなぁ。寂しいなぁ。バレンタインデーとかさ、もしかして俺にあるかもみたいな。いや、ないんだけど、少し期待する。そんな学生時代。結局何もないんだけども。けど、実はみたいな。あれ？机の裏。あ、机の中。告白してもイケメンでお金持ちがいいのとか言うんだぜわら。机の中を調べる。帰りの下駄箱の中、もしくはちょっと遅めに帰ってみる。いろいろ小細工をするも何もない。っていうか、お前そもそも自分の誕生日誰にも言ってないのになんで相手が知ってると過剰勝手に思ってんだこいつは。あのね、一
ケメンでお金持ちがいいっていうのはね、まああれですね。あれだけ運悪い主人公なんだよ、わらわら。イケメンでお金持ちがいいっていうのはあれですよ。もう一度予定を立てたから、来週でしょ？じゃあ、これな、誰かの誕生日なんでしょうな。まあ、とりあえずは、ちょっとね、ガンガン上げていきましょうよ。用紙をちょっと、チェックチェック。いいね。ストレスがちょっと溜まってきている。文系ガンガン上がってるよ。デートデータ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 あれだけお嬢様系だと、いいなずけと買いそう。ねえ、お人数系がどうだろう。待った？私も今来たところですから。遅れなくてよかった。それでは中に入りましょうか。そうだね、中に入ろうか。素晴らしい絵って見る人を引きつけますね。さあ、どの辺だだだだ上手かどうかわからないからファンなんだよ。本当ですか？よかった。私も大好きなんです。バッチリだぜ。今日はとても楽しかったですね。今度また勤めたか。はい、いいですよ。そろそろ帰りましょう。いいね、ガン押ししていくよ。あ、所属部とかあるんだ。クリア人数とかあるし。いや、これね、当時は画期的だったわけですよ、これ。はっきり言いますけども、何度も言いますけど、淡々とやってましたからね。今日は10月10日、そろそろ、まあちょっと、しおりに一歩入れとか、しゃあねえな。俺を二度も裏切った女。はい、藤崎です。翔一って言いますけど。え？どうしたの？今日は。裏があるって言ったら、しおりのこの八方美人的なのも裏がありそうな気は、私はしますけどね。スタート会場、まあお約束コースで、動物園、うん、わかったわ。忘れないで来てね。動物園です。3度目の正直的なわら。文化祭か、そうか。女の子でも誘っていきますよ、もちろん。誰を誘うかな。木沢あげさん、お願いします。ちょうどいいところに現れるんだ。なんだよね、わらわら。ちょうどいいところに現れるな。おーい、一緒に見学しない？あ、今日は演劇部の方があるので。はい、僕のガラスのハートは壊れました。粉々だ。ごめんなさい。よろしかったら来てくださいね。よう、来とるか。よ
しよう。今年は演劇部が面白いらしいぜ。じゃあな。もちろん演劇部に行くしかねえじゃん。諦めない。どんまいわらわら。この度はお奉行様のお計らい誠にありがとうございました。なになに、あのようなこと造作もないこと。それより越後屋こそ邪魔な伊勢屋がいなくなり、上方の材木商いを一手に引き受けられるようになるとはそちもなかなかの悪よの。いえいえ、それもこれもすべてお奉行様の押し込みでございます。つきましてはお礼の品、南蛮渡来のカステイラでございます。はあ、わしはこの黄金色の菓子には目がなくてな。はっ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 。それともう一つ隣の部屋、日本人形が用意してございますゆえ、ご存分にご堪能くださいまし。越後屋、これはなかなか美形な日本人形じゃな。どれ一つ可愛がってやるかな。ういやつ、ういやつ。それ時代劇名物、生娘駒踊りじゃ。何やつじゃ。まさかりかついで金太郎。なんだこれ。金太郎、ふざけたやつじゃ。ここにおわす方をどなたと心得ておる。勘定奉行大橋大膳、世の顔忘れたとは言わさぬぞ。え、上様。なんぞこれ。大橋大膳、その方勘定奉行の要職にありながら越後屋と結託し、材木問屋伊勢屋を亡き者とし、御用材木を独占し、私腹を肥やさんとしたこと許しがたし、この吉宗金太郎侍として成敗いたす。潔く腹を切るがよい。いくら上様とてここで死ねばただの金太郎。先生、お願いいたします。なんだこれ。この恥、拙者の飛燕風来の剣のサビにしてくれるわ。金太郎とやら、いざ尋常にストップ。ひとーす、ひげも剃らずにむさいやつ。越後屋、なんとかせ。な、そんなご無体な。あーわらわら。風呂に入らぬむさいやつ。風呂に入らぬ。いろいろ混ざってるわら。何この演出わらわら。みんな身だしなみは大事ということですよ。しかし全部声が入ってるってなかなか新しいですね。どこに出てたんだ。あ、来てくれたんですね。どうでしたか。面白かった、結構。初めての舞台だったので緊張して倒れそうだったんですよ。どこに出てたんだ。え、どこに出てた。ねえ、どこに出てた、わかんない。ちょ、ま、金太郎が剣。本当ですか。よかった、やっと安心できます。いろいろ意味不明わらわら。この人の邪魔誰だったかわからないよ。わらわら X。わざわざ来てくれてありがとうございました。好感度アップだろこれ。こうして文化祭は終了。文化祭なーなー、一大イベントだよ。もう積極的にアプローチしていくからね。私は決めたら超アプローチ、諦めない。出ません。はい、焦った。今日は何のご用。今日
今日は何のご用？もうガンガンデートを組み込んでいくスタイル。で、どこに前と同じとこじゃなく映画館とかいいんじゃね？ね、積極的に。よしよし、はい、いいですよ。ええ、わかりました。しおりだっけ、この来週はしおりか、あんま覚えてねえスケジュール管理は大事ですからね。勉強。あ、しおりがいるぞ。あ、今帰り。一緒に帰って。もう分かったからって会えなくて、会わなきゃいいじゃねえか。ごめんね、さよなら。なんで一時出てくるし。おこですよ。あ、どこで待ち合わせ？おー。動物園だよな。あ、動物園。動物園。服が古いよ。ちょうど今来たところ。20年前です。遅れなくてよかった。それじゃあ、そろそろ中に入りましょう。また断られてるわらわら。再三シルビさんのガラスのハートを砕いていくスタイル。そうだね、中に入ろうか。可愛いんだけど、檻に閉じ込められてなんだかかわいそうね。動物は自然の中が一番だね。そう思うでしょ？私もそう思うな。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってね。それじゃ帰りましょう。で、明日からこう、とりあえず勉強。服が確かに古いわな。あれ、シルビさん生まれてないんじゃ？生まれてません。ゾウのようななんか声が聞こえる。ゾウ聞いたね。もうしおり分かったから。今帰り。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいしもうなんで出てくんの、いちいち。ごめんね、さよなら。いちいち出てくんなよ、別にいいから。そろそろユナ、ひもをユナこっちにも。もうです。最近慣れ慣れしいわね。何よ、どこに行ったか忘れちゃう。とりあえず間をね、開けず。まあゲームセンターとか好きそうな感じだけど、どうだろうね。ゲームセンターって今もうほとんどなくなりましたけどね。あら残念ね。あれダメでした。ハートを削って離脱するスタイルわら。いったしでごめんね。割とこいつあれですね、諦めない。ダメでした。11月に早くもなりました。そうそう、またテスト12月24日。動物園、水族館。アルバムのデータ管理が楽になる。システムファイル。スインビー、パズル玉。懐かしいな。
テストでは私が、ただ、ここのね、芸術と雑学が足を引っ張る感じですな。よしはじゃあ、とりあえず置いとこう。まあ、大事だけど、用紙も大事だけど、今はとりあえず、今の11月3日だろ。で、ストレスがちょっと溜まりすぎてる。体調はもう十分なんだけど。ね、とりあえず、がっつり。一芸に秀でる。根性ないのに、頑張るなぁ。全員。頑張る頑張る。キサラギさん、みんなの周りの服が古いよ。後ろの方も背景の服も古いよ。私も今来たところですから。遅れなくてよかった。もう上映時間ですよ。早く中に入りましょう。運動礼ってわらわら。そうだね。はい、帰ろう。あ、あそこが空いているみたいですね。今は、こう、昔は、こう席予約じゃなくて空いてる席に座るっていうスタンスだったんですけど、今は映画館もう確実に予約ですね。ここの席にどうぞって前任調べてっていう感じですね。昔はそんなことなかったです。そんなシステムがなかった。あ、僕そうやってお父さんから聞きました。ラブロマンスですかね。フォレスガンプか。フォレスガンプか。見てないね、なんだかんだ言って。ただ本日の上映を終了いたします。なんで今の音、びっくりした。ホラー、ホラー要素が入ってきた。アブロマンス好きそうだからね。面白い映画でしたね。感動しました。バッチリ。今日はとても楽しかったですね。そろそろその とても楽しかった以外のですね、感想を言おうよ。シルビさんっておいくつですか？僕は17歳です。今度また誘ってもいいかな？はい、いいですよ。それじゃまた連絡するよ。そろそろ帰りましょう。永遠の17歳ですわら。17歳です。17歳に上も下もありません。ほらわらわら。ホラー要素入ってきましたね。びっくりした。このゲージ何なんだ今のは。ちょっと一度セーブしとく。びっくりしたね。エンダーマンが出てくるよ。スレンダーマンか。なのに子供にみん、わらわら。そうなんですよ。ガチ上げ。またタックル当たり屋だよ。痛えな。あ、ごめんなさい。これ多分結構後々有名になるなったあれです、声優だったような気がするけど、どうだろう。今は有名かどうかわかんないですけど。あれ、この前もぶつかったよね。え、そうかな。でも忘れちゃった。それじゃあ、やっぱりあの子だよ、ドーナツ。キサラギさんにとりあえず放課後会っても帰れるぐらいになりたい。というわけで押していく。もう一回キサギさん押し、ガンガン押していきますよ。キサラギさん。はい、キサラギです。この子癒されるよね。ショイチです。今日は何のご用？アグレッシブさが大事だろ。来週いきなり行っちゃう。まあ、涼しいから公園とかもいいんじゃないかな。水族館なんかあるっていう話だけど、まだないんだね。あ、吉尾に聞かなきゃいけないのかな。水族館、中央公園行きましょう。
やったね、はい、いいですよ。でももう割とターゲッティングロックオンしてます、キタリさんの。ええ、わかりました。やったね。もっとね、やっぱね、アグレッシブにいかなきゃダメですな、はい。永遠の17歳で思い出したけど、私の高校の教師に永遠の18歳だぜと言ってたな。そんなもんなんですよ、人間だもの。まあ、テストに向けてだから要所を捨てて、ちょっとこの文系はちょっと上がってきたでしょ。まあ、300ぐらい欲しいんですけどね、本当はね。もちろんもっと上げたいんだけど、ただ芸術とかも、ただね、あんまね、他はね、正直ね、無理したくないんですよね。めんどくさいことになる。ちょっと意見も上げておきますか。おや、留守番電話にメッセージが入ってるみたいだな。聞いてみるか。もしもし、館林です。館林です。え、何待ったの。明日までの宿題やった。できてたら連絡ちょうだい。明日までの宿題やった。できてたら連絡ちょうだい。俺はできてねえぞ。恐ろしいね。昔はこう、携帯…関係ないけど、シルビさん元のキーボード何軸ですか。素のキーボード、その…あ、これこれはアカディークですよ、これアカディーク。アカディークだぜ。ピカ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 って感じですね。ピカピカピカ。今日はキサギさんのデート、中央公園レッドです。私も今来たところですから。案外ね、こうやって高校時代とか中学校時代、なんか純朴な感じでいるでしょ。で、付き合って、ね、大学になるとすっげー綺麗になったりするパターンってあるわけですよ。だからわからないからね、人生は長い目で考えた時は意外と変わりますから。まあ、男も女も。来れなくてよかった。私よくこの公園で涼しい時に読書するんですよ。お話聞け。今日は読書するんですよ。今日はナムキムチの。そこは会話しようよ。そうですね、行きましょう。ちょっとコミュニケーション噛み合ってないよ。こういう道を散歩するのって気持ちがいいですね。後ろに木の葉が舞ってる。すげーシステムだぜ。すげー技術だ。これいうのが好きなんだろ。恋愛小説の一番目みたいだね。そうですね、いつもこういうのに憧れてますから。いつもこういうのに憧れてますから。バッチリ。いいね。今日はとても楽しかったですね。今度また誘ってもいいかな。はい、いいですよ。やったね。そろそろ帰りましょう。ダイレクトコールですから、携帯電話なんてありません。よし、岸田さん、ガッツ押してこ。で、ちょっと。ちょっとね、だけど、テスト前なんで、11月23日、テストに焦点を合わせる。こんばんは、と、ときメモだわら。こんばんは、みんな知ってるね。そう、レジェンドゲームでございます。レジェンドシミュレーションゲーム。恋愛っていうのは何なんだろう。ラブロマンスではないな。11月26日だろ。もうちょっとね、ここにだけどちょっとキサルギさんガスもう一回押し、もう一回キサルギさんに押すね。押すしかない。はい、キサラギです。キサラギです。ショウイチです。どうも、ショウイチです。中村ショウイチです。今日は何のご用？
記念デートする日を選んでくださいんだからね。まあテストまで1週間前、本当だったらまあ学生的には無理なんだけど、来週お水族館行こう行こう、水族館行こうぜ。やったね。はい、いいですよ。水族館の前で待ち合わせ。わかりました。それじゃあ約束しよう。で、理系をもうちょっと上げて、要は算数と数学、あ、国語で取っていく。数学と国語で取っていく。12月になりました。電話のボタン押す速度半端じゃないよね。ピポパポポってすごい速さで鳴ってた。いやいや、電話送付速度そんなもんですよ。昔のってペペペペペペって覚えてますから、電話番号とか。木更木さん、暖かそうな格好だね。おーい、逃げられたー逃げられたやべえ、僕の心はバキバキやぜ。これはやばい、これはやばい、僕の心はバキ、なんか見れなくなったわらわら、バキバキに折れた、逃げられたお前逃げるとかねえだろ、いくらなんでも。覚えていてもあんな速度じゃ押せませんもん。逃げられた。容姿のせいだな。もういい、とりあえずテストでなんとかすればいい、挽回だ。わらわら、もう俺は勉強に生きる。逃げられるとかわらわら。とりあえず今用紙とかどうでもいいんだ。お腹痛い。新種のドタキャン。ひどすぎるよ。キサラギさん、そんなキャラだったのか。ひどいよ。僕天使じゃなかったのか。いいね。ほら、いい感じになったでしょ。小1です。ちなみに小1です。65、100切ったよ。キサリさん抜くね。いい感じになってきたでしょ。がっつり上がりましたからね。これである程度上がっておけば、他のは微調整が効くわけですよ。ここ努力の結果ですよ。まあ、とりあえず、用紙を上げろということで。とりあえず、逃げられないために、こっから用紙ガチ上げ。12月23日でしょ？もうどうせ今年はのなクリスマスは仕方ない。藤崎頭いいな。そう、秀才だから。よしよ、ガチ上げですよ。今日は伊集院の家でクリスマスパーティーだ。会場に行こうかな。よしよしよ、ガチ上げしたよ。伊集院の家に着いたぞ。いつ見てもでけえな。レイ様のお友達でいらっしゃいますか。出た。友達かどうかは知らんけど、クラスメイトだよ。申し訳ございませんが、そのようなお召し物では少々ご遠慮していただいております。あらら、え、そうなの。はい、厳しく言いつかっておりますので僕の心はずったずたのギッタンギッタンだよ。みん
な、これでわかっただろ。ある程度清潔な、こういうのって500が満点でしょ。その中で450以上取るって半端じゃない。こんばんは、用紙を、用紙を、みんな清潔感大事だぞ。用紙44じゃダメらしい。ふざけんなよ。ストレスが、おかげでストレスがマッハだよ。お前そんなことやるから、ゲームの中でもストレスがマッハだよ。これね、冬休みに必死にモテるために、髪を研ぐんですよ。おしゃれ、おしゃれを頑張るんです。必死にね、夏休みとかで。間違っててもいい。その、頑張りが大事なんだ。これはもしかしてときメモ。これはもしかしなくてもときメモです。どうも、翔一です。さあ、2年目に入ろうとしております。幼少、幼少ガチ上げですけど。ストレスがや、ちょっとそろそろ寝とかないとまずいね。冬休みだし。よし、女の子と初詣に行くか。キサラギさん推しですから。クリスマスの日にケーキを一人で買ってた俺は。大丈夫。僕の黒歴史的、私の黒歴史的には、クリスマスの日に、横浜の、山下公園ですね。山下公園をはじめ、港未来に一人で、写真を撮りに行きました。夜ね。マイベスト黒歴史ですね。クリスマスの。もちろん一人さ、みたいな。あれはやけだった。そういうのがあってもいいんじゃないっていう。周りカップルしかいねえみたいな。はい、キサラギです。中村ですけど、周りはリアルだらけわら。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今暇かな。はい、暇ですよ。いいですね。おー、ちょっとね、頑張って髪型気をつけたから。いや、似合わなかった。もうね、頑張った。服装に気をつけたからね。めっちゃ。健康祈願。このチャンネルってレトロ以外にもやってますか？このチャンネルってレトロ以外にもいろいろ、めちゃめちゃいろいろやってますよ。めちゃめちゃいろいろやってますよ。もう何をやってるのかっていうの一言で言い表せない。恋愛成就ですな。まあ間違いなく、まずは。誰とのことを聞くか。もちろん、キサゲさん一択だわ。もう今はもうこれしか見えない。その願い、叶えて死んでよ。何をお願いしたのですか？秘密。秘密。秘密。それなら、私だって秘密です。かわいい。最新ゲームやってましたしね。そう。ガンオンもやってます？あ、そうそう。おみくじでも引かない？ガンオンは、この前久々にやった。爆発する、小つまり小アリア銃ということか。そうですね。さあ、おみくじ、おみくじ。今年の運勢は？おみくじを引きます。おりゃー、これは今日、今日とかどうやって弾くんだよ。ってか今日って言いますけど、なんだと、衝撃の事実わら。
ました？そんなに気にすることないと思います。これね、私わらわら今日ね、弾いたことありますよ。匠は私のはいいじゃないですか。見せてよ。抱きでしょ？はい、いえ、そうじゃなくて。久々に、今年もいい年になりますように。お互い頑張りましょう。今日弾いたことあるし、修学旅行で弾いた。京都に修学旅行に行ったんですよ。あれ中学校だか高校だか忘れない、高校中学校かなに行ったんですけど、そこでみんな並んでるんでとりあえずやったんですよ。なんか俺だけ今日みたいな、あれみたいな、あれおかしくねみたいな、今日とか入ってんですかこれみたいなえーって感じですよ。なんで俺だけみたいな。ああ、思い、懐かしい思い出です。そうですね、帰りましょう。ろくなこと書いてなかった。私は中学3年間連続で今日だったんですが、今日を3年連続で引いてる自分はいっぱい。上が痛っ。まだ怪我に気をつけろよ。怪我に気をつけてくれ。本当に、病は気からという言葉で。今年も記録更新できるかな。逆に考えれば美味しいです。そう。結構ね、今考えると美味しかった。ネタにしましたね。がっつりネタにしましたけどね。ちょっと、ね、成績ある程度確保したでしょ。今度、用紙を上げつつ、ストレスカバーしつつ、芸術と雑学は上がるから、まあ、そういう感じでバランスよくいきましょう。3年連続で今日を引く仲間がいた。11ね、まさかの仲間がこんなところで。用紙を開けていきましょうか。また逃げられると困るんでね。まあだけどちょっとそろそろ一度こうセーブして他の人の評判を聞いてからロードするっていう最悪のことをしましょう。キャラギさん、今年もよろしくね。よし、ガンガン押してくれ。はい、キサラギです。怪我はしないだろうけど、受験生だから勉強の運が悪かったりしなければ何でもいいよ。今日は何の子よ。近所の公園とかね、あんまショッピングって感じじゃないからね。前とゲームセンターとか面白そうだけど、まだもうちょい仲良くなってからだな。あ、じゃあ遊園地に行くか。遊園地行ったっけ。いや行ってね、行こう。おみくじ今日だったせいか、受験に通りかで引いてめちゃくちゃ辛かった。せっかく誘っていただいたのにごめんなさい。今度お昼温めてさ、こっちも。で、ここでセーブをしておきます。ここで相手平日を選んだりできないのかな。平日は選べません、このゲームは。ここであえて、こういう感じで、覚えられないから、ここにしといて。で、適当に、まあ、ここ寝て過ごし、ここにロード戻ると。あ、キサルキさん。あ、今帰りですか。そうですね、一緒に帰りましょう。とうるせえな、ごめんなさい、すいません、すいません来たー。わあ、これはもう完全にフラグが立ってますよ。一緒に帰宅するなんてもうあれですよ。あ、俺に惚れたなもう惚れてる。奴は惚れてる。まあ、ただこれちょっと一応ロード、だけど、このスーパーイベントをキャンセルはしたくない。なので、ここはそのまま行く。というか最近塾行き始めて、抱えるのが10ぐらいだから、しゅうびさんの放送をほとんど見れない悲しみ。塾行って。まあ、時間の時に全部ね、録画してっから、よかったら見ちゃってね。
リアル優先でいいですから。やったね、おめでたいぜ。赤飯だな。明日。で、その日はダメだったから、21日。やべえ、なんかこのゲームが、やっぱ楽しい。はい。いいですよ。水族館とか押してねえのに、いつの間に。なんか、こっち、コメント見てたら押しちゃった。逃げられた水族館。リベンジ。頑張れ受験生。これで、またここに戻して、ちょっと評判を聞きましょう。ちょうどいいじゃない。ここで弾ける弾ける。よしおちゃんね、この辺はね、ゲームだからね。え、いいね、いいね、使っていいね。ガンガン使わなきゃ。はい、早乙女です。はい。なんだ当たり前のこと聞くなよ。デートスポーク、女の子の評価を聞く。評価か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価は、こんなとこだな。まだでした。一緒に帰れるけど、まだ3つ目なんだ。まだ全然でした。まあ、おこにはなってない。まだ全然じゃないですか。まだやっぱ全然ね、出てこないね。で、どこだな。尾行キラ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 。ゲームゲームゲーム。乙女座。乙女なんだ。施設部。なにってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれや。プロだからね、やつは。あ、今帰りですか。そうですね。よしよし、もう、キサラギさんはこれはもうターゲットロックオンですよ。そして私の誕生日、覚えてるんですか。本当。おお。嬉しいです。いつだか知らないんだけど。セーブ&ロードというわけですね。この人こんなに評価を知ってるってすごい情報ネットワークだと思うんですが、それはごめんなさい。よしよしよし。時間がかかってね、逃げられなかった。それでは中に入りましょうか。魚の目って怖くありませんか。やっぱりそう思いますよね。キサラギさんの誕生日は2月3日。2月3日、ありがとう。今日は覚えてる、とても楽しかったですね。ありがとう。はい、いいですよ。そろそろ帰りましょう。というわけで、まあ、します。まあ、今回はこの辺で、ときめきメモリアルを2時間にわたってですね、約2時間かな、にわたってお送りしてまいりました。キルビさんが逃げられなかった。ちょっとその前に、ちょっと。そう。トイレトイレ。まあいいや、終わらせよ。ごめんなさい。そんなわけで、まあ、今回は、この辺で終わろうと思います。日曜日なんでね。ときめきメモリアルをやってもらいました。で、今回ゲリラという扱いなんですけれども、今日ちょっとブログの方には書いたんですが、10月1日からですね、本格的に定期生放送を再開させます。で、ちょっとね、様子を見て毎日になるので、今まで2時間の枠を取っていたんですが、1時間。1時間ですね。1時間にちょっと時間を、枠を減らしました。で、ただ、一応、10時から11時という形で枠は取っているんですけれども、それ以外に残り30分ぐらい、なんか遊びで、こういうレトロ、まあ、レトロゲーとかね、いろいろできればと思うんで、10月1日から。URL 出しますけれども、
他の人はあれね、一応ここ見てください。ここに全部書いてありますんで、こちらの方で要チェックでございます。そんなわけで今回はこの辺で、またどっかでこの続きやれたらいいなと思っておりますけれども、まあ多分私のことだから俺やるような気がするけども、まあその時はその時でまた楽しみにしてください。それではまた次回お会いしましょう。とりあえずね、一応明日もできたらやりますけれども、10月1日からが本格スタートです。初回はユーロトラックシミュレーター2で行きましょう。久々ですね、お会いできればと思います。なので10月1日からシルビーチャンネルを要チェックです。お疲れでした。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。